自民党とか民主党とか共産党の政治家の心境がよう分かりませんね。あの人たちは真っ当な大阪を取り戻すって言ってますよ。真っ当な大阪ってどんな大阪なんですかね。自民党民主党共産党のあのかつての政治、あれが真っ当なんですか。住之江に来たら僕絶対これをね必ず出したいんですよ。本当に住之江の皆様、まあ、ここ南高崎島のところにいっぱい変なものが作られましたけど、デタラメなものを作り続けてきた。これ全部市民の皆さんの税金です。東住吉の方には温泉施設を作って、それから住之江の南港にはワールドトレードセンタービル ATC、 それからこれふれあい港館ってワインミュージアムですよ。海の時空間なんていうのはこれもう潰れましたけど、これ全部合わせたら1兆円。そういや住之江にはこれ帆船憧れって船も止めてましたね、大阪市役所が。これも売りましたけど、これ全部皆さんの税金垂れ流してたわけですよ。これ自民党民主党共産党がやってたんです。あんたらまともな大阪をやってたのと。僕は完璧じゃないけれども、お前らよりかはマシだよっていうことをね、僕は自民党民主党共産党に言いたいんですよね。だから彼らもね、自分らがやってきたことはいろいろ問題あると、問題ありますね。でも橋本をやってきたこともいろいろある、まあ、頑張ってやってきたことあるけど、この辺が問題だからこの辺はちょっと議論しましょうよと。これだったら僕は分かるんですよ。それだったら議論しようという、まあ、彼らなんて言ってるかって言ったらね、橋本はとにかく8年間大阪をむちゃくちゃにしたと。景気は悪くなった、改革は進んでない、まやかしの改革だって言うんですよ。バカ言ってんじゃないですよ本当ね。これさっきのあの大阪市のあの改革のやつで、改革が進んでないの何かって言ったら、これ見てください、黄色のところ書きましたけども、ね、何が一番進んでないかって言ったら、大阪市議会議員の給料は下がらない、大阪市議会議員の数は全くこれ減らない。では議会改革っていうものは全く進んでないんです。維新の会はこれ提案しましたよ、議員の給料削減しろ、議員の数を削減しろ。これ反対してるのが自民党民主党共産党です。で皆さん、これこの間の住民投票の前に少し告げ口しに僕は回りましたけどもね、大阪市議会議員年末には自分たちの給料10万円アップしようとしたんですよ。自民党民主党共産党10万円って月額10万円ですよ、年間じゃないです。月10万円黙って給料上げようとしたんです。だから僕はさ、頭きてこんなん許せますか、統一地方選挙前にね、あの大阪市議会議員自分の給料月10万円上げようとしてますよ、皆さん怒ってください、市議会議員自民党民主党共産党の市議会議員に電話かけてくださいって言ったらね、今回ばかり大阪市民の皆さん本気で電話かけてくれたみたいでね、俺市議会議員がこれはまずいと思ってやっぱり10万円下げますって言い出したんですね。全く進んでないのがこの市議会議員、そして自民党のあの柳本さん、吉村さんの対抗馬の柳本さんのマニフェスト見てください。自分の給料を下げるなんて一言も書いてません、書いてません。そんな人に何の改革ができるんだっちゅうんですよ。騙されないでくださいよ。あの人たちのね、真っ当な大阪を取り戻すの真っ当っていうのはどういう意味かといえば、議員の給料が上がること、議員の数は減らさないこと、職員数は増やして職員の給料は上げて天下りは山ほどやるような、そんなかつての自民党民主党共産党の政治というのが彼らの真っ当な大阪なんです。僕とは真逆ですね、全く真逆です。